はいじゃあよろしくお願いします。えー、今回高校受験対策の図形シリーズ第33弾やっていきましょう。照、えー、明含めて2問問題がありますので、まず1回動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり、不安なところがあれば、今からね、自分が両方解いていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかなでは、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。それでは、画面下げます。お待ちください。いくよ。 ほっよっとあれもうちょいかよしじゃあ参りましょうで、まあ、ちょっと情報がごちゃごちゃしておりますので、まあ、図形の情報をね整理していきますで円がありますと円 O があってこの AB は直径ですここは直径になってるとで次にし C っていうのをね円周、まあ、上に取るんですけど一応条件としては AC の方が BC より長くなってるだからまあ半分より右側にいる感じだよね で取った後に、えー、AC イコール AD ここです。AC と AD ここの長さが同じになる直角二等辺三角形を作りました。三角 ACD。でここ直角になってます。でその後にえっ、ー、と CD とえ CD ここね CD と直径の交点ここを E としてここから垂線下ろしてきてここが F になってるっていう状態です。 でまず1個目照明、えっと、掃除の照明やっていくんですけどどこの照明かっていうと下の三角形 ABC ここですこれと DFA、e、かごめん DAF だこの三角形ですここと下の三角形をやっていきますで今回わざわざ円を描いてるっていうことはほぼ100%円周角の定理を使えと言ってます出題者がそういう意図を持って描いてるでどこで使うかっていうとこのね 図を見た時にあ、直径だってこの ABC っていう三角形円に内接してますね中にくっついてますでしかも一辺が直径になってるってことは円周角の定理からここが 90° 度っていうことが分かりますよねこれは円周角の定理でやりましたでそれを使えとでそうするとここにも直角があるからさ水線下ろしてるんでねということで1組の角がゲットできました ま掃除のね、証明何度も言ってますけど、三 3, 3つあります。掃除の、掃除条件っていうのはね。でも、受験の時の掃除の証明問題で使う証明、えっ、ー、と、は、証明のなんだ、えっ、ー、と、うん掃除の証明の、えっ、ー、と言葉、掃除条件だ。出てこなかった。掃除条件は、ほぼ2組の角です。2組の角がそれぞれ等しいを使っていきます。特にこの問題なんか、辺の長さで出てないから、ね、ってことは、辺の比で勝負することができないので、 もう一組角を探したいとで一応対応するところを考えるとこのね角 CAB と対応するのはこの尖ってる方ここですよね。ここが同じって言えれば2組もできるしもしくはこことここ四角のところを入れてもいけるとどっちにしようかなって考えるんです。で自分が解いた時にはまずターゲットを四角にしました×バではなくて。 その理由としてはここ D が円の外に出てますよね。円の外に出た瞬間に円周角使えなくなるので使える技が少なくなるんですよ。ってことはその円の中に内接してる A とか B を使ってる四角の方が言いやすいんじゃないかなって考えたんです自分はね。でこれ導く方法何種類かあっていけるんですけど一応自分が解いたやり方としては。 この四角の部分、ここね、ここって90度から下のここ、角 BAC、尖ってるここを引いたものですよね。90度引く角 BAC ですよね、ここ、四角は。で、あっちの四角、こっちです。ここも、実は同じ90度引く角 BAC と。 こう書くことができますこんなにちっちゃい字にしなくてよかったね。そうだ右側今回開けたんだこれ書こうと思って。失礼、えー、90度角 BAC でって置くことができます。なぜかっていうとまあこっちはさっき説明したんでいいでしょうあっちです。これはね下の三角形 ABC を見た時に三角形の中の、えー、3つの角度内角を足したら180度ですよね。 今ここで90度使いました。ってことは残りは90度です。こことここを足したら90度になるはず。その90度からここを引き算すればこっちが残りますよね。ってことでこの四角、この四角、同じ言葉、まあ、同じもので表される。じゃあ同じだよね。っていうのが言えるので、これで持っていくことができます。で、実はですね、まあ、これじゃなくても <laughs>、あの、ここがさ、 垂直でここが垂直なんですよねってことはここ平行になります当然垂直垂直でこうなってるから平行になりますよねそうするとここの四角とここの四角って錯覚の関係になるんだよねちょっと斜めになってるから見にくいですけど錯覚の逆 Z が発生します逆 Z だから錯覚よりそれって書いても OK です いいかなただ模範解答がねちょっとこっち寄りのことを一応書いていたのでまあこっちでいきましょうか錯覚の方が楽っちゃ楽だけどまあいきますじゃあまず証明なので宣言しましょうえ自分は今から三角形 ABC とねと三角形 DAF についてやっていきましょうとね宣言しますでまず書いていくのはここからいこうか、えー、それは円周角の定理 円周角の定理よりそこ、えー、と ACB イコール90度。じゃ番号振っていこっか。で、あと、ここは仮定で書いてあったからね。一応仮定よりで書いておこうか。仮定より角えーえー、っと、 あ、こっちだお前こっちだねえっ、ー、と DFA か「各 d f a 9 0あ、これ連続で書いてるからね数字踏んないで寄ってでも全然いけるんですけど一応12より ACB と各 DFA これは番号踏んなきゃダメだねこことここが同じ9 0度ですよが言い終わりました じゃあ次ですねえっ、ー、と次がまずあっち5か三角形えっ、ー、と ABC のこの辺のこと細かい言葉はまあ違くても構いません言ってることが同じだったらね ABC の内角の和は1 8 0度で えっとこれが中が1 8 0度って言った後にあとこう9 0度ってこと言いたいんだけどそれさっき言ったもんね a c b 9 0度だから1 8 0度かつでいいやかつ1より1 8 0度っていうことと1ここが9 0度ってことを言えばそれよりここの角度角 ABC っていうのは9 0度からこここの尖ってる部分ね角 BAC。 ここを引いたものになりますよって言えるのでこれがまず4番になります。であとは、えー、とここでここのね上の四角に関してはもう見てわかるもんね90度から引いたものだからここで角 ABC に対応するのは DAF かここですこの四角ね DAF は同じく9 0度引く角 BAC。各 B になってるので4番と5番こことここ右側が同じでしたよねってことが言えたから a b c イコール角 d f と言えましたと6番。でこれで2つのねアイテム揃いました使いたいのは3番のこことこの6番ですね。なので 3番と6番より2組のあとは掃除条件書いていきましょう2組の角がそれぞれ等しいので最後ね結論として言いたかった三角形赤のインクやべえな EBC ここで初めて掃除を書いてください ABC 掃除三角形 DAF と。 ななってここれれでで終了となりますいいや絶対にこれ錯覚で書いた方が楽だと思う <laughs> 楽な気もするけどねただこの同じもの同じ角度から同じものを引くっていう表現で2つそれが同じもので表されるこうやってね表されるから同じだったでしょっていうアイテムの取り方っていうのは非常によく使うやり方なのでこれもね是非使えるようになっておいてください。 ではえ2番参りましょうちょっと1番がね思ったより幅取りましたね <laughs> やべえやべえ入るかなで次は長さが書いてありますえっと ab が10ですねちょっとシュッってやっちゃうよここ10ですでここが8でここが6ってでで一応ここが8なのでこっちも8ですねこっちも8になりますでその時 fe の長さここです で、これを見たときにですね、あ、これみんなはさ、あの、この動画しか見てないんでわからないんですけど、これある都道府県の問題の最終問題なんですよ。最終問題、確か。で、やっぱりその最終問題、かつ証明の後に出てるからさ、やっぱり難易度高いものが非常に多くなります。で、この円を使ってると結構補助線が絡む。つまり自分で一本線を書き足して解かなきゃいけないみたいな問題のタイプって多いんですよね。 で、それかなって思ったんですけど、まあ一応、それを使わないで解けないかなって考えるわけです。で、自分が考えた方法としては、最初に思ったのが、ここ。AF の長さ。ちょっと波線にしますけど。この長さ出せるなって思ったの。だってわざわざここで掃除行ってんだもん。で、出しに行ったんですよ。で、どう出すかっていうと、まあこれもろに使って、ちょ、両方書き出しましょうか。まずここね。 えーと、A とえー、と、D と F AF の長さ欲しいんでここ X にしますでこの斜辺 AD は8って分かってるとで次にここさっき掃除やったんでこれちょっと取り出してきて少して大きめに書きましょうかこうなっとってで、えー、と C で A で B か対応させるように書くとねちょっとこれをよいしょって回転させてますけどで6、10、8となってる 左上が数揃ってて下がこうなってるつまり数字3つ揃ってて文字1個だからえっと比例式立てればいけますよね。対対イコール X 対6と8対対イコール X 対6比例式っていうのは左の世界と右の世界が分離,分離して分かれてます考え方がだから左の世界だけで何かで割ったりすることができるからこれ全体2で割りましょうまあ別にいいんだよやんなくてもいいんだけど。 四対五って数ちっちゃくした方楽だからさ。でこれでなかなか外外中と中掛け算して五 x イコール外と外で二十四つまり x イコール五分の二十四ここねっていうのがすぐわかるなと思ったの。わざわざ証明させたからさ。ってことはってことはだよ。この赤の部分が分かってんだからじゃあここまで AE の長さが分かればさあと引けばいいじゃんこの5分の24じゃあ AE 出せねえかなって考えたのねでここでじゃ AE を使っている三角形いい感じのものないかなって考えたらあるんだよそれがここです型とし形としてはここですね自分が蝶々型とかってよく呼ぶやつですけどしかも1番でも言いましたけどここ平行なんですよ直角直角になってるから直角でこう出るからね 平行になってるってることはここいつら相似だよねこの2つ。掃除になってる。だって平行平行で引いてるんだから錯覚錯覚まあもちろん体調角も一緒だけど掃除がなってると。ってことはこれ出せんじゃねえかなって思ったの長さとして。で出せます。どう出すかっていうとここ外側8です。こっち対応してるの6です。OK ー揃ったと。で今求めたいのこっちなんでじゃあ Y っておきましょう。ここね。波線 Y です。そうするとここは 10-Y ってくことができます Y 10引くほら対応するの2コンビできたでしょじゃあ解けるとじゃあいきます対応すると考えて8対6イコール8対6なので y 対10引く y ですね y 対10引く y と別にやらなくてもいいんですけどこのぐやったらね2で割れるので4対3に直しておきましょう中なか,なか外外です中掛け算すると 忘れずにカッコつけてねあ嘘嘘そうそうカッコ入れない中は失礼失礼中は 3y 外がカッコだね4 × 1 0く y こうなりますであとは、えー、と分配法則とか使って4 0く4 y でまとめると7 y く4 0つまり y は7分の40で出すことができますここね7分の40ってことは求めたかった fe は 7分の40から先に出した5分の24を引けばいいじゃんってであとは通分頑張りましょう下入る,入る入る入るえっ、ー、と35に通分してちょっとまとめちゃいますね35通分してこっちは 5×40 するから200マイナス 7×24 なんでえっ、ー、と148かあってっか嘘でだ168だこうだね で引き算すると三十五分の。え三十二、これ約分できないので。これで終了となります。いいかな。ちょっとサイ最後にポイント確認していきます。まあ二番のポイントとしては。まず一番がね、まあ正面できたんで、わざわざ証明させてるからさ。使うんだよ。基本的に、そのために証明させてるから。 じゃあ、今証明したところで、まあ長さ出せねえかなって。わざわざ長ささ、18、6って3つも振ってくれてるので,で。出せるとこ出してみたら、ここが出たと。じゃあ、ここが出たんだったら、FE 出すために AE がさえ出れば、いけんじゃんって考えるわけ。じゃあ、AE の長さ欲しいなと思った時に、もちろん AE を出したいんだから、AE を使ってる三角形に着目するよね。で、ああ、ここにあるなー三角形 AE が。まちろん下もあるけどさ。で、その時に、ここ平行しかも平行で、 少々いいんんじゃっっってて思ったらもろたってなるのであとは求めたいというか欲しかったここをわいておいて全体が10だから10引くわいておけばいいあとは比例式を解けばこうやって崩すことができますので是非ねこんな感じでやってみてくださいでは今回はね高校受験対策の図形シリーズ第33弾やらせていただきました今回の授業はこれで終わります以上ですありがとうございました